それでは免疫反応の異常と免疫の利用について説明します。アレルギーとはアレルゲンに対する過剰な免疫反応のことです。本来免疫というのは体を守る仕組みなんですが、それが過剰に強力に働きすぎてしまって、逆に害となってしまう。そのようなものをアレルギーと言います。アレルゲンとはアレルギーの原因になる物質のことです。 別にこれは、細菌とか菌だけではなくて、花粉とか金属とか、いろんなものがアレルゲンになります。特に、全身に症状が出るような、非常に強いアレルギーを起こして、命に関わるような状態になってしまったとき、そのような状態をアナフィラキシーショックと言います。アナフィラキシーショックは、この全身性っていうワードはキーワードです。 全身にさまなな深刻な症状が引き起こされます例えば、免疫反応って、こんな風に血管の壁を緩ませるような反応が起きることがあります。この血管の壁を緩ませるのは、この血管の壁の隙間から白血球がね、あの外,に外に出やすくなるように、これが白血球ね。白血球が 外に出やすくなるように血管の壁が緩,、ま、緩むんだけど、そのせいで、太いホースの方が、こう、水が流れるスピードが遅くなるじゃないですか。で、この血管がものすごく拡張されて太くなると、確かに、白血球は血管の外に出やすい。白血球が、こう、いろんなところに移動しやすくはなるんだけど、血圧が下がっちゃうんですよね。太いホースに流れる水の勢いは、ちょろちょろじゃないですか。だか血圧がすごく下がっちゃって、下手すりゃ脳に血液が行かずに、 結構命に関わるんだね。アナフィラキシショックって、そのやばいほどの血圧の,血圧の低下が起こることがあって、だこれかなり危険で命に,命に関わるような、えっと、ものなんですね。アナフィラキシショックを起こしているような人をこう立たせたりとかすると、脳に血液が行かなくなっちゃって、本当に命に関わるようなことがあります。次に、自己免疫疾患とは、自分に対して免疫が働いてしまう疾患のことです。 自分の免疫が自分自身を攻撃してしまうような疾患です。いろんな原因により、この自己免疫疾患が起こることが知られていますが、例えば、免疫関与の破綻などが原因になります。本来、自分を攻撃しちゃいそうな T 細胞は、あらかじめ排除されたり、あとは、制御性 T 細胞っていう細胞によって、働きを抑制されたりしています。こんな仕組みがあるから、 自分の免疫は自分の細胞を攻撃しないようになっています。この仕組みを免疫関与って言います。この免疫関与の仕組みが何らかの原因で破綻してしまって自己免疫疾患が起こるとされています。エイズというのは後天性免疫不全症候群の略です。高天性、後からなってしまった。免疫不全、免疫系がダウンしてしまった症候群。 で、この、抗天性免疫不全症候群は、HIV っていうウイルス。これは、人免疫不全ウイルスと言いますが、HIV というウイルスが、ヘルパー T 細胞に感染することによって、発症するような疾患です。AIDS が発症すると、日よりみ感染を引き起こします。日よりみ感染っていうのは、普通だったら感染しないような、弱い病原体にも感染してしまうことです。 あと細かいことだけど、エイズは疾患の名前で、HIV はウイルスの名前だから気をつけよう。この HIV の V はウイルスの頭文字ですね。エイズの説明をする前に、まず適応免疫の復習してみよう。まず、樹状細胞が抗原を食作用によって取り込みます。そして、ヘルパー T 細胞とかキラー T 細胞に抗原提示します。ヘルパー T 細胞は B 細胞を活性化して、 で、B 細胞は抗体酸性細胞に分化して、抗体酸性細胞が抗体を体液中に分泌する。これを体液性免疫って言いました。また、ヘルパー T 細胞はキラー T 細胞を活性化して、で、このキラー T 細胞がウイルス感染細胞なんかを直接殺傷する。これを細胞性免疫なんて言いました。それでね、もし HIV が ヘルパー T 細胞に感染して、ヘルパー T 細胞がどんどん破壊されてしまったら、ヘルパー T 細胞は、体液性免疫にも細胞性免疫にもどっちにも関わっているから、体液性免疫もダウンしてしまうし、細胞性免疫もダウンしてしまう。ね、この適応免疫全体がダウンしてしまう、とっても危険な状態になってしまうんですね。だから、日和み感染を引き起こす危険が増えるんですね。では続いては、免疫の利用、少し見ていきましょう。 予防接種。予防接種とは、弱毒化、不活化した病原体。これをワクチンと言いますが、ワクチンを接種することで、疾患を予防する予防法です。予防接種によって、ワクチンを接種しておくと、その後、同じ種類の抗原が侵入してきたときに、二次応答が起きて、記憶細胞が素早く増殖することで、強力で、そして素早い免疫が働くんですね。 ではもう一度適応免疫を見てみましょう。ここで一度働いたヘルパー T 細胞やキラー T 細胞、B 細胞の一部は記憶細胞に変わって体の中に長い時間維持され続けます。その期間は何十年とも言われます。そしてこの記憶細胞は次また同じ抗原が侵入してきた時に素早く増殖してものすごく強い 免疫反応を引き起こすことが知られています。だから二次応答っていうのは素早くて強力なんですね。この二次応答っていうのがものすごく素早くて強力なので、この二次応答を利用して疾患を予防する予防法が予防接種なんです。確かにあらかじめ抗原を一回注入しておけば記憶細胞が作られて、 二回目同じ抗原が侵入してきたら、ものすごく強力な二次応答が起こる。だけどさ、抗原をあらかじめ入れておくって結構危険だよね。それでさ、体にね、重大な症状が出ちゃったら大変だから、じゃあどうすればいいかっていうと、これ抗原を丸々入れる必要はない。そんなリスクは犯す必要ない。だって抗原定時に使うのって、ほんの抗原の一部だけじゃないですか。だから、 ままるるる危険なな原を体の中に注入する必要はない例えば今回の場合で言ったらこの抗原の上半分だけ注入すればいいわけですよ。だって抗原定時に使ってるのはここだけなんだからこんなふうに適応免疫を誘導するのに必要なその抗原の特徴的な形は残ってる。 だけど、全然危険ではない。そんな物質を俺たちワクチンって呼んでるんですね。例えばね、今のは一つの例だけど、今ではいろんなワクチンが開発されています。例えば、メッセンジャー RNA。メッセンジャー RNA っていうのは、タンパク質の情報が入ってるんだったね。どんなタンパク質を作ればいいかっていう情報が入っている。そのメッセンジャー RNA を注入して、体の中で 抗原の一部のようなものを作り出す。そんな予防接種も今では開発されています。最後に、血清療法っていうのは治療法の一つです。さっきの予防接種は予防法だけど、血清療法は治療法だから気をつけて。適応免疫ってものすごく強力なんですよ。 我々の体の最終防衛ラインなわけだから、適応免疫ってものすごく強力なんだけど、働くまでに時間がかかるんですよ。例えば、毒蛇に噛まれちゃった場合に、毒蛇に噛まれちゃった場合に、適応免疫の発動を待ってたら、死んじゃうわけね。だから、あらかじめ、ウサギとか馬に蛇毒を注入して、抗体を作ってもらって、このウサギから血清を取ると、 その血清にはヘビ毒に対する抗体が入ってるから、それを人に注入して適応免疫が働くより前にヘビ毒を無毒化してしまおうっていう治療法。ヘビに噛まれてからそれを治療する治療法。それが血清療法なんですね。あとこれちょっと細かいんだけど、同じ動物の血清って何度も使えないんですよ。なんでかっていうと、このウサギのもって 持ってるこの抗体、ウサギの持っている抗体って人にとってはやっぱり異物なんですよね。この異物を大量に注射していることになるんで、これ何度も同じ動物の血清使うとアナフィラキシーショックを起こしてしまう。ね、アレルギーを起こしてしまう危険性があるんで、同じ動物の血清はなるべく使わないようにしています。では講義は以上になります。ご清聴ありがとうございました。